川さんからオファーを受けた時ってどう思いました？じゃあよろしくって最後に言われて、で私そこでまさかその決まると思っていなかったので、最初お話を聞きに行かせていただいた時は帰りながら、さっきよろしくって言われたけどあれは私は役決まったっていうことでいいんでしょうかってマネージャーさんとお話しながら帰って、しばらくはすごくこう実感のない日々を過ごしてました。監督も2年後ほのかと奈緒は大女優になるって言ってくださって、そのようなことを言われたのは初めてだったので、何か一つこうおまじないのようなものがかかったような気がしています。2年後少しでも成長した姿を角川監督に見せたいなと。最近のそうですね、人から言われて初めてこう実感が湧くというか、本当にその時今やっている役っていうのに毎回こうもう一生懸命、そこでもういっぱいいっぱいになってるまだまだな自分がいるので、今はたくさんこうやって自分が思い描いていた以上に役をいただけたりお仕事があるっていう状況がすごく、幸せに感じると同時にちゃんと応えていきたいなと思います。実際そのスクリーンに映ったご自身のこう座右姿っていうんですかねの姿って見た時どうでした？実際にメイクをした時も思ったんですけど、オイランのメイクをして衣装を着ることですごくやっている時も一つ仮面をかぶっているような気持ちで撮影していたので、実際にそれは画面を見ていても何かこう仮面をかぶったまるで自分じゃない人がそこにいるような感覚はすごく見ていてありました。これを思い出すみたいな、なんかそういうのってあります？多分懐かしの食べ物、懐かしの食べ物はもつ鍋と、あと普通にお外で料理食べててもこれ九州のお醤油とかを使っているなっていうのは結構食べてすぐ分かるので、その時にあれこれはもしかしてと思って聞くと九州風だったりとかっていうことは結構ありますね。一緒にいましたね。私の部屋で松本さんが遊びに来てくださって、一緒に線香花火してでお話しして、でそのまま寝ちゃったりとかで一緒に次の日現場に行くみたいなこともありましたし、すごく控え室も一緒だったんですよ。なので控え室でもずっと話してましたし、でも一個だけ心残りがあって、松本さんが作った手作りのクッキーがあったらしいんですけど、それ食べられなかったのが心残りです。松本さんがあれ奈緒ちゃん食べてないっけって言われて、食べた記憶がないので悔しいなって思ってました。今までこうもう一回やらせてくださいっていうことを私は現場で言えたことがなかったんですけど、松本さんがそのシーンやってもう一回やらせてくださいっておっしゃってる姿を見た時に、何かすごくこう自分の中で動くものがあって、もうきっともう一回って言いたくない中でも作品を良くしようと言ってらっしゃる姿を見た時に、私もそこはすごくこう今から見習っていきたいなと思ったところです。